今回紹介するのは悪意ととこだわりの演出術という本です。藤井プロデューサーの番組が面白い理由は自分が面白いと思う番組を時間と手間をかけ怒られることや社内で立場が悪くなることは正直恥ずかしいことではないけれど 自分の満足のいかないものが日本中の人に見られてしまうのは耐え難いくらい嫌で恥ずかしいことなのですという覚悟を持って作っている一方でダメな番組の典型は視聴率が厳しくなった時にその場しのぎのネタに手を出しなんだかわけのわからない番組になってしまうパターンフリーランスに比べリスクのない会社員のエセクリエイターだからこそ。 小さくまとまらず思いっきりフルスイングしなくちゃいけないはずです。サラリーマンの僕らにはそんなリスクは一切ありません。お気に行く理由がどこにあるんでしょうか失敗したらまずいことって何があるんでしょうかというテレビマンもいます。一般的に下劣と言われるフジプロデューサーの番組ですが、 のの高さを感じていたたでで納得できましたそんな方へ話ばかりでなく過去手がけた番組の内容で笑うこともできますよくそんなことを考えるよな。って W 一方で笑いを取るためわざと悪く言ったりフェイクのルーレットに本気の苦情や意見を寄せてくる人にはオスな感情があるようです藤井プロデューサーの番組好きな方は「 わかるかると思いながら読むことができると思います。過去の番組をどうにかしてみられないものですかね以上。興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。